こんにちは。はじめまして、ゆかです。私の授業に興味を持っていただいてありがとうございます。私は日本人ですが、カナダとオーストラリアに住んでいたことがあるので、英語も話せます。また今はブラジルに住んでいるので、少しだけですがポルトガル語も話すことができます。海外に行くことが好きで、海外に行ったら現地のものを食べたり、新しいことに挑戦したり、新しい友達を作ることが好きなので、皆様とお話しするのがとても楽しみです。私の趣味はエクササイズをすること、ハイキングや山登りなどのアウトドアをすることです。日本にいた時は富士山にも行きました。私のレッスンは対話中心のクラスになりますが、皆さんのリクエストがあれば、リクエストにも答えていきたいと思っております。In the class, if you are nervous or cannot come up with any word, I can also explain in English too, so don't worry about it. I'm looking forward to seeing you. Thank you very much.